おはようございます。私はだってキメキメでね、やる気満々で料理作ったりとか化粧もバッチリして、ただ毛を剃り忘れちゃったもんね。え、お尻にぶち込んでほしいからってね、四つん這いになってお尻を見せたらケツ毛ボーボーだったのよ。それであっちが萎えちゃって、そういう雰囲気になくなって、その日はね結ばれなかったのよ。もう相当ショックだったの。笑ってたけどね、お互いに。そりゃ萎えるわって。私でもわかる、その気持ち。好きだったの。彼のために相当したし、お金も貢いだしね。昨日ね、私ね、 TJ さんの枠でも焦ってね、誤爆したのよ。何を誤爆したかっていうとね、モンジュリは、三重まで会いに行ったよみたいなのね、打ったんで、自分でもう悔しくて。で、悔しくてさ、本当にもうその気持ちを知ってほしくてね、本当に愛してたってことをさ、本当に悔しい。もうどうしてもね、伝えたいんで、みんなにさ、そのね、粘着がキモくないしよ。だってさ、三重県に行くのも大変だよ。何時間かかったかな。このさ、デブ症のね、外に出ない私が、新幹線乗ってね、鈍行みたいな電車に乗って、わざわざ会いに来るんだよ。それでね、焼肉屋さんに行って、2時間しか会えなかったの。仕事がどうのこうの言われてさ、次の日あるからって。2時間だけ高級な焼肉を食べて、それで帰ったんだよ。でもね、その時は嬉しかったの。一緒にご飯食べれるって、久しぶりに会えるかなって、すごい気持ち盛り上がって、そう。2時間がね、なんかね、あっという間だったけどね。そう。だから、次行ったら今度会いに来てくれるねっていう感じだったんだよね。うん、私が三重行ったら、じゃあ次は横浜に2回とか3回来てって、私は遠いし、めんどくさいから、そんな行けないし、みたいな。男の方のあんたが来てよ、みたいなさ。でも金ないんだけどって言われて、じゃあお金は全部出すから来なよって。っていう感じ？新幹線ないとかさ、その食べ物ないとか全然いいよって、私の方が稼いでるし、みたいな。ねえ。ね、言わないでって、金ないとかそういうのってさ、別に楽しいからいいじゃん、みたいな。うん。それがダメ？だって私は会いたいんだから別にいいじゃん、それで成り立ってんだから。出張ホストじゃないけど、実際付き合ってたし、お金ないのも分かってたしね。じゃあそういう困ってる時は、持ちつ持たれつつなのかなって。あ、じゃああなたが稼ぎ始めた時に、私にやってよ、みたいな。今はできないと思うけどね、って。な、あっちも言ってたの。ごめんね、って。俺今こういう状況で、こうだからってね。でもいつかは良くなる時が来るとね、頑張ってるから、その時に一緒にいたいな、みたいなさ。お互いにね。そう。だから頑張ろうって。昨日ムカついてケンジには言ったんだよ。ちょっとムカついて言ったら、なんかベーって言われたから、なんか逆ギレみたいにされたから、私はね、思ってもないことを言ったんだよ、彼に対して。それは何かっていうとね、あんたとはね、金まだ返してもらってないから縁切れてないのぐらいな感じで言ったのよ。うん、それでなんかショックだったみたいで、彼はね。うん、でも実際はそうじゃないのよ。私が、やっぱ切れない縁っていうか情があんだのね、まだね。もう普通だったら俺縁切るじゃん。お互いのためを思ったのさ。ただ私がなんかしつこいのかな、みたいな。いつまでも話するしさ。いや、わかるよ、甘いけど、わか、もうわかるかな。私も一人の女だしさ。分かってんだけど、なんか止まんないっていうかね。恋は盲目って言うじゃん。じゃ、今は分かってるよ。もうお金を貸しちゃダメだってこともね、貸さないし。
ただ連絡が取れないのはお金とかそういうのじゃなくて、なんつうのかな、その約束とかもさ、なんつうのかな、まあ来年ぐらいまで連絡取ると思うよ。いい女ぶるんだよ。いい女じゃない私。金あげて何百万もあげて全部やってくれてって、めちゃくちゃ男にしたらいい女よね。ね、都合のいい女だよね。うん、みんな狙ってくるよこれね、クズ男が。ね、セックスもしないね、ね、金だけ引っ張れんだからね、ちょっと我慢すればいいね、ご飯食べたりとかさ、毎日ね、ね、30分ぐらい電話して連絡してみたいな。いや、私のね夢っていうかあるよ、そういうのは。女性として男性に愛されて幸せになりたいっていうのはあるよ、夢というかさ。うん、ただねえ、一生そういう人と出会えない人もいるじゃん。みんながそうやって幸せになるわけじゃない。ねえ、もしかしたら私もこの先できるかもしんないし、ねえ、幸せになれるかもしんないし、一生一人でねえ、死ぬかもしんない。そんなんわかんないね、未来だから。そうじゃない？うん。だからもう、そういうことは私考えないようになったの。今を楽しんで、そのわかんない未来なんかね、考えてもしゃあねえんだよ。じゃん。で、今を楽しんで、その時好きな人といよう、みたいな、その。うん。で、性別の問題はあるよ。難しいけどね。私は男だかな。ね、普通の男性と付き合うの難しいけど、まあ、その時は楽しもうって感じ。ね、先でも何でもされようがね。私が好きになった人を好きになろうって感じ。うん。私はだって楽しんでんだもん、人生。うん。それはでも性別のマウントはね、女性からマウントじゃない？その。じゃああなたたちはオカマとして生まれてきたら、オカマの楽しみ方ってわかんないよねって話。じゃない？逆に残念ね、みたいなさ。そう、貴重な体験をしてんだよ、私はね。その苦しみとか痛みとか辛さとか分かんないじゃん。その分経験値としてさ、私は得をしてると考えるよ。もう脳内変換して、みんなができない貴重な体験をできてんだな、みたいなさ。うん、そうよ。でも女として生まれてたな、すごいいい女だろうね。私は尽くすしね、まっすぐだし、うん、これが本当の女だったらね、男は話さないだろうね。そうじゃない？うん、幸せになるんだな。心配性すぎなあなたは、電車に乗るのを嫌がる。まるでか弱い子猫だね。嫌になっちゃうの。守りたいもの、見せたいもの、たくさんありすぎるのよ。思い切り頬を寄せ合うと心、それでもよかったと思うの。クリスマスなんて言わないくらい君が愛の塊。いいじゃん。どう？私は去年お金を貸しました。その額は340万円です。詐欺行為ではなく、ただ行為として
て貸し付けました。これかな。タップ。実証コミックラバーちゃん、もうやりたくないんだけど。これで800円、こんなしょぼくて。商品はいいんだけど、なんかこのエフェクトとかなんかやる気なくなるよね、マジでね。さあどれだ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 。いつもいつも見てくれてありがとう。頼んでないのに嫌がらせのように、誹謗中傷して、散々精神的にストレスを与えられね、もう立ち直れないぐらいズタボロにやられ、私は被害者です。被害者なのに責め立て、ね、もう、殺すぐらいの勢いで責め立てます。そんな人が大っ嫌いです。大っ嫌い。大っ嫌い、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 大っ嫌い。あ、すいません。さ、先ほどがチャーム、あのキーホルダーだった。これは何でしょうか。さあコシコシして開封します。イエイ。当たっちゃった。一番いいの当たっちゃった。嘘でしょ。何回目？ 2 回目？もうやめる？大当たり出ちゃったし。2回目で出んだ、これ。速攻出たね。結構時間かなと思ったら、50枚のうちの。50分の1。じゃあ B 賞も狙う？ B 賞。もっとやる？元の順番待ちに戻る。戻んないんで、これ。あ、ここね。これね。はいはいはい。で、購入で、ここで枚数を設定すんのかな、これ。ここね。ここを、5枚多いんだけど、じゃあ5枚にしよう、5枚。一気にね。4000円。ひぃー高い。5枚で4000高い。やっぱ1枚ずつの方がいいんじゃないの？なんか嫌じゃない？ 4000 を一気に開けるの。なんかドキドキ感なくなっちゃう。ダメ？じゃあ5枚一気にいきますよ。いい？だからこの中が5枚あればいいんでしょ？でも普通に考えてこう選ぶよね。5枚。1、2、3、4、5って横とか縦とかね。二段目とかさ。でもスヌーピーのモフモフだかな。だってここでもう決まるってことでしょ？これ全部一緒じゃないよね、中身ね。もうこの時点で決まってんのかな？それとも押した瞬間に抽選みたいのしてんのかね？押した時点で。ランダムでこう乱数みたいな感じで出てくるの？決まってるもん、この時点で。じゃあもう普通に適当に選べばいいんだね。これと、これと、これと、やっぱやめよう。これ、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 これ。こう十字架のマークとかいいんじゃない？十字架。え、これ4枚しか変えてないけど、なんで？私5枚じゃなかったっけ？ちょっと待ってね。あ、5枚だ、5枚、5枚。1、2、3、4、5枚だね、5枚、5枚。これで5枚だ。目ついてるじゃない。数になれるわ。あ、でも数ちょっと弱いかもね、私ね。だってカズくんに会った回数とかさ、ね、
金額とか間違えてたじゃん。そういうのに私あんまりダメなんで、苦手なんで数字が。はい、じゃあ行きますよ。せーの。はい。どれにしよっかなー。でも冬だしな、今。冬だから、真ん中かな。これにしよう。じゃあこれタップして削る。いきますよ。せーの。よし。当たっちゃった。モフモフ。いいんじゃない、これ。いい方でね、 ABC でいい方でね、当たりだよねこれね。いや遠隔じゃねえし。ブルブルマスコット、クッキー欲しいな、ブルブルマスコット。いや、選べないが、そんなね、裏技ないからね。じゃあ次行く？まさかね、B が出るわけないよね、次ね。A、B、C って並んじゃったらどうする？A、B、C って。かぶんないで、全部出ちゃったらどうしようかね。ね。ベトナム行くかな？ 4 日間滞在でしょ？ 1、2、3、4、ここだね。開けてみよう。よーし、オッケー！せーの！あ、いいね。被ってないね。F。ポスターコレクション。今んとこ被ってないよね。キーホルダー被ってない。被るのがね、私一番嫌だ。一番被るの苦手としてんだよ。うちのお母さんの名前、あけみちゃん。ここだね。これだ。オッケー！うわ！もうやだ。ポスターコレクション。もう嫌になってきた。もう嫌な気分になっちゃってね、これすでに。もう2枚開けたくないもん。絶対 F 出てきそうじゃない、これ。これ全部2つとも F だの。ねえ、もう B が入ってる可能性なくない？ B、A、B、C って揃えたいんだけど、あと B だけでコンプリートだよ。いいやつはね。で、モフモフ来てるし。こっちどっちかね、A と B が入ってるわ。B が入ればね。A、B、C、D、E、F、G、H、I、K。J、L、M、M、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z、A。あ、ごめん、A にしちゃった。間違えちゃった。A、B、C だったの。B だね、B。いくよ、せーの。あ、でもこれ当たってないね。食器コレクション。これかわいいな。何気にかわいい。これ1枚ってことかな？何なんだろう、これ。蓋がついてんね、食器に。グラタンのお皿？これ一番当たり？あ、メラミンなんとかね、よくある皿のやつ。プラスチックみたいな。じゃあこれ B なのかな？みんなこれ B 来ると思う？今の流れ。これ B じゃない？流れ的に。行きましょう。私絶対 B だと思うよ、これ。なにこれ、タップしてめくるがいなくなっちゃったんだけど。こんなことある？行方不明なんだけど、タップが。外れ？バグってんのかな？じゃあ、ここを押せば大丈夫。このあたり、こういう感じだったよね。こういう感じ。この長さを測って、こっち持ってきて、なんか、こんぐらいでね。私の目の感覚だと、こんぐらい。ここを押せばいいのね。この真ん中あたりを。ねえ。確定演出、じゃあ、A が当たるってことかな？
せーの。もう、かぶっちゃった。もうやめる？もふもふ当たったし。もうやめようぜ。欲しいの当たったんだよ。いや、B は出てないけど。でもさ、これ B も欲しくなっちゃうね。ちょっと待ってね。あと出てないのって何？いいからさっさと引け。うるせえんだよ、もう114。命令すんじゃねえ、私に。金かかってんの、こっちは。じゃあ今お金投げて引くから。そういう話になってこない？ 5 万円引くのに4000円かかる。次引いたら8000円。ねえ。じゃあ今日の収益見せましょうか？ねえ、マイナスじゃねえの、どうせ。今日の収益。先ほど 4時間一生懸命話して。25,000円。やってられるかよ。かわいそうだと思って投げろよ。かわいそうすぎだよ、私。お金も取られて、企画でも金使わされて。しかも収益も飛ばんない。やれやれやれやとかつまんねえと、なんだもんって朝からぐち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 言われてさ。頭狂っちゃうよ、本当に。ひどくない？集大事弁だよ。みんなのこと訴えようかな、本当に。一人一人。一人一人 PTSD になったっつってさ、診断書取って、みんなを訴えていこうかな、一人一人。本当に。立ち直れないっつってさ、仕事ももうできないっつって。ねえ。稼いでるやんってさ。じゃ、もうやんなくていいのじゃん。ねえ、延長までしてて、ねえ、金も使って、みたいな。やるの、やらないの、見たいの、見たくないの、どっち？どっちですか？もういいや、もう。もう吹っ切れた。もう吹っ切れちゃったもん。もういいだよ。これ100枚ぐらい買えばいいんだよ。買ってやるよ。30枚。24,000。これでもう満足ですか？今、8,000円使う。8,005。8,000、1枚いくらだっけ？6枚して6840、8642、4,200円使ってる。もうこれで28,400円。やめとけと。ちょっと買いすぎから30枚。ちょっと待ってね。だってあと1個当てれば B 賞当てるだけだもんね。でもこれ全部買って当たんない可能性もあるからね。一番くじって。5枚だね。5枚。5枚でいい。4,000円で。これで4,000円、8,000円、1万円になります。1万円ぐらいは使えるから、私一回の結構ね。だいたい1万円ぐらいっていうね、目安があんねん。ねえ、じゃあ10枚買えばいいの、10枚。だから多く買えば当たり前のように当たるからね。一番くじって中決まってるかな。買えば買うほど当たる確率上がんねん。自称数がなくなってこんだから、いっぱい買えば当たんねん、そりゃ。ただ少ない数で当てるのは難しいよね。だって枚数が60枚のうちの。なんか5枚でいいんじゃない？そのケチとかないんだよ。1番くじでね。少ないので当てるのが一番いいんだよ。1枚とか3。さっき2枚目でだって A 賞当たってんだな。そうだろ？ 5 枚でいいんだよ。帰ってくれ！ああ！いいよー！チー！
あ、なんか自動的に選んでくれて今一気に。これいいんじゃない、この機能。あら、じゃあこれでいいじゃん。今勝手に神様が選んでくれたよ。ね、ピョッてさん。もうダメ、今日。もう疲れた。な、この5万円でしょ？この5万円で選べばいいんでしょ、これ。どれにしようか。まあ、こっちから普通に開けていこうかな。順番ごとにね。いきますよ。さあ。よいしょ。イラつく。何が出てもイラつくモードになっちゃった今。皿はいいんだけどね。 B が当たんないとずっと続くんだよこれ。ほらね、もう嫌な予感してた本当に。もうゾーンに入ったゾーンに。これ出ないゾーン入っただろこれ最後まで。それラストワンとか言うんだろどうせ。ほらー、もう神様選んでくれたんじゃないの。少しぐらい手伝ってよ神様。ほらー、 B なんて出ないじゃん。もうやめとけよかったあそこで、ね、B 諦めて。ほらー、もうやだー、どうしよっかな。もう頭狂ってきたマジで。デザインを選べって何？まずデザインを選ぶって何？終わるか、もう。もう B 当たんないもんだって。最後に一回だけやってみようかな。もう何も考えないね。もう普通にプライベートみたいな感じでやっていい私。もう仕方するみんな。もう自分で楽し、一人で楽しんじゃうかな。余計な邪念が入りすぎなんだよ。あ、普通にこうやってね、家でね、一人ぼっちでやってるみたいなさ、こうやってね、パソコンに向かって。どれにしようかな、みたいな。そういう方がいいんだよ。あ？これだ。オッケー。もうこれでいくらが4000の3個資産12。12000円ね。で、さっきは逆からやってみようかな。さっきはこっち側からこう流れてたのに、こっちから行こう。ねえ。で、邪念だよ、邪念。きったで邪念がうむきまいてんね、こんな金。ってことで、全部コンプリートだね。4000の資産中に12800円か。ん？そうだよね。10000。まあ、安かったね。A, B, C, D, E, F, G まで。グラスは当たったよね。